僕は子供の頃から引っ込み思案な性格で、しかもデフレの時代に育ったものだから、休みの日は一歩も外に出ず、家の中でゲームをしたり飼い猫と遊んだりして過ごしていた。でも先月、丘の上の洋館のガレージで宇宙人と名乗る男と出会って、僕の週末は一変した。その男は好きな時代、好きな場所に行ける車を持っていて、僕をいろいろな遊びに連れて行ってくれた。最初はルアーフィッシング、次はバードウォッチング、それから春スキー、貸し農園、バーベキュー、なんだかそうした外でやる遊びが面白くなって、僕は今週も自然にあのガレージを訪ねていた。今日はどんな遊びが待ってるんだろう。ピートの不思議なガレージ。おお、新一にピート、今週も来たな。僕の名前やっと覚えてくれましたね。でも猫の名前まだ違ってます。菊千代です。お前がオレロ。オレロって名前なんだから変えようがないですよな、ピート。あ、今ピートって言うんだよな。あ、しまった、映っちゃった。あ、そういえば最近家でもピートって呼んじゃってる気がする。それでいいんだよ、こいつもピートって名前の方が気に入ってるんだから。そうだろう、ピート。本当かよ、菊千代。こいつピートって呼ばないと返事しなくなっちゃった。決まりだな。ああ、そこのコーヒーメーカーにコーヒーが入れてあるから自分で注いで飲んでろ。ありがとうございます。あの、今車に積もうとしているのスキューバダイビングの道具ですよね。今日の遊びはスキューバですか。うん、そうよ。ちょっとカリブ海に行って海賊キッドの財宝を探してこようと思ってんな。僕はダイビングはパスだな。なんで。だって泳ぎは得意じゃないし、海も好きじゃないし、それにダイビングはスキーやバーベキューみたいに誰もがやる遊びじゃないでしょ。そんなことはないぞ。バブルの頃は日本人はスキーやテニス並みにスキューバダイビングに夢中で、東京中にダイビングショップがあったんだぞ。そんなに流行ってたんですか。考えてもみろ、人類は海に生命の起源を持ち、長い時間をかけて陸に上がってきた生き物だ、うん、ダイビングは人類にとって特別な遊びなんだよ。よし、じゃあダイビングの楽しさを教えてくれる人に会いに、まず伊豆の尾瀬崎に行こう。本当に楽しいのかな。ブーツブーツ言ってないで、さっさと乗れ、便利カーに。では出発、ヒアウィーゴー。 If you ever plan to motor west、Travel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Fly with me. Izu no Osezaki ni touchakuうわ、綺麗な入り江、富士山があんなに近くに見える。うん、この浜はな、関東屈指のダイビングスポットなんだ。あー、いたいた。浜でダイビング機材の準備をしている人がいますね。小関さん、また来ましたよ。あー、どうもどうも。すまないけどさ、この若者にダイビングの面白さを教えてやってくれないかな。はい、わかりました。あの人はな、高田の馬場にあるダイビングショップの老舗ブルーサブ店長の小関明さんだ。さあ話を聞いてこい。
新一と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。小関さん、そもそもそのスキューバダイビングって楽しいんですか？ダイビングっていうのは今までにはない本物のアドベンチャーがそこにはありますから。その本物のアドベンチャーっていうのはどういうものなんですか？例えば水中に入って何かトラブルがあっても自分自身で解決できなければそこでは命を落とす危険性が十分にあります。水族館では見れない本来の水中生物の動きなんかを見れるのはやっぱり自分の体を動かしてこの海の中に身を置いて初めて分かるものだったりはすると思うんですよね。でも水中の中ってその怖いじゃないですか。なんでそれわざわざ水中の中に入らなきゃいけないのかっていうのがちょっと分かんないんですけど。はい、例えば今カメラやビデオの技術も発展してきてますから十分陸上にいても水中の映像を見ることができます。ただその映像の動きというのはそのカメラマンが撮った動きでしか見れないんですよね。自分でこっちの方向を向きたいとかこの生物をずっと見ていたいとかっていうことは自分がそこに身を置かないとわからない部分だったりしますよね。その貴重な体験ができるっていうことですかね。はい、以前あったのはナイトダイビング。夜はですね魚たちも寝ているんですがその寝ている魚をみんなで囲んでそれを観察していたんですがそこに魚がやってきてみんなが見てる前で一瞬にして捕食されて食べられてしまうと、そんな瞬間をですねみんなで観察して、まあ、女の子なんかは悲鳴を上げてましたけどね。本当の感動っていうのはそういうところにあるのかなって思います。でも例えばスキューバ始めたいって言ってもその簡単に行けないじゃないですか。はい、なのでなんかそのいろいろ揃えたりですとか、まあ、どっか行ったりっていうのがちょっと面倒くさいんですけど。はい、まずは体験ダイビングっていうお手軽な体験プログラムがありますからそれに参加してみてもらえればなと思うんですが、その体験ダイビングも例えばグアム、サイパン、沖縄なんかの旅行に行ったついでにもオプショナルツアーとして参加できるものもありますので、1日丸々使うんじゃなくて半日でもそういったことをやってみるとまた新しい発見があると思うんですよね。道具も全部貸してくれるんですか？体験ダイビングの場合にはもう全てが揃っていますので、とりあえず水着だけ持っていけばまず始めるということができます。じゃあ意外に気軽に行って潜れるんですね。そうですね、まずは体験のプログラムですから身構えていかなくても体験できるようにどこも工夫をしています。潜り方っていうのも全部教えてくれるんですか？そうですね、まずは水中での呼吸の仕方からスタートしますので、全ての機材の付け方も一から知っていることでも教えてくれますからお手軽にスタートできると思います。水中での呼吸ってあれ難しくないんですか？水中で呼吸をするときに気をつけなきゃいけないのは吸えないって思ってる方が非常に多いんですが、実は吸うのは誰でもできるんですね。苦しくなっちゃう方、なんで苦しくなっちゃうかっていうと大抵は吐くことを忘れてしまうと苦しくなっちゃうんです。吐くっていうのを全部できれば吸うのは誰にでもできるんですよね。あ、そうなんですね。確かにでも吸えないって思ってました。はい、なんかその吐くっていうのをしっかりやるっていうところだけを練習すれば今まで吸えなかった、息が吸えなかったっていう方は出会ったことがないです。あ、本当ですか？はい、じゃあ例えば体験ダイビング行ってみてもうちょっとやってみたいかなって思ったら次はどうしたらいいんですか？次はダイバーになるためにライセンス、Cカードと呼ばれるライセンスを取得するという流れになります。そのライセンスを取るのは結構難しいんですか？プログラムとしては学科、プール、あとは海洋実習というふうに分かれていまして、まあ、学科自体はマニュアルもあるんですが小学校4年生からでもできる内容になってます。それライセンスがないと何ができないってあるんですか？ライセンスがないとそもそもタンクを借りるということができないです。なので水中に潜るということ自体ができないですね。そうなんですね。はい、じゃあタンクがなければもう何もできないんですよね。そうですね、体験ダイビングの場合にはそれを全てインストラクターの人が責任を持ってやってくれるんですが、ダイバーになってタンクを借りると
というふうになると、全てを自分で責任を持ってこなさなければいけないので、逆に責任を持つことで水中でタンクを借りて遊ぶということができるようになるんですよね。なるほど。小関さん、その技術っていうのは具体的に何がどうっていうのはあるんですか？例えば中性浮力といって、浮きも沈みもしない状態である一定の水深でピタッと止まっていられるかどうかと、はい、こういった技術があるんですが、僕がインストラクターになる時にはですね、先輩から言われたのは10センチ以内の振り幅に入れるようになれというふうに言われました。これがどれぐらい大変かっていうのはやってみないとわからないんですがこの中性浮力ピタッと止まっているっていうのをメインで学びたいっていう方もいらっしゃいます。ちなみに小関さん、その水中の中でその止まる技術っていうのは実際その魚を見るときに役立つっていうことですか？もちろん魚を見るときにも役立つんですが、例えばパラオ、モルジブなんかの海外のダイビングに行った場合、大陸棚のあたりでダイビングをすると推定は600メーターなわけですね。その600メーター下まで降りるわけにいかないですから、その20メーターをキープして流れに流されていきましょうとか、あとはダイビングの最後には安全停止という体に取り込んだ窒素をですね、抜く時間があるんですが、窒素を抜く、この時には水深5メーターをキープしてその場に停止していなければいけないというのがあったりするんですね。そういった時にピタッと止まれてるダイバーはかっこいいっていうのがあったりするんですよね確かにそうですね、はい、窒素を最後に抜かなきゃいけないのは何かあるんですか？ダイビングのリスクで、ダイビングの、潜水病と俗に言われているのが減圧症というものなんですが、この減圧症というのは水中で高濃度の空気をダイバーは吸ってるんですが、この空気の中に含まれている窒素が体内に蓄積していくことで発症するものなんですね。口臭の中でも出てくるんですが、例えば上がってくる時にはすぐに上がってくるんじゃなくてゆっくりと上がってくる、ですぐに上がってしまうのではなくて水深で5メーターあたりのところで若干停止をしてから上がるというような窒素を抜く作業が必要となります。それ例えば抜かないで上がっちゃうと体に悪い、実際に個人差が大きかったりとか、まだまだ解明されてないことが多いので、全てが全て減圧症になってしまうとかっていうようなことではないんですが、リスクを回避するために極力やった方がいいのが、安全停止というものだったりしますね。そうなんですね。どうだった？ダイビングの面白さ少しは分かったか？少し小崎さん、ありがとう。いつでもまた来てくださいね。よし、じゃあ今度はスキューバダイビングの歴史を紐解きに行くか。乗れ、アピートも乗った、乗った乗った。では行くぞ、やめろピートの不思議なガレージ。このお話はドライブアットアース三菱自動車の提供でお送りします。こんにちは、三菱自動車販売店店長の唐沢です。ミラージュはエコサポートでリッター 27.2 キロの低燃費だから乗ってミラージュ。ラジオではお見せできませんが、今いい感じのポーズ決めてます。こんにちは、営業スタッフの本刈谷です。ミラージュは低価格、 M グレードは118万8000円、エコカー減税の対象者で、しかも取得税重量税が免税。
だから乗ってミラージュ。私もいい感じのポーズ決めてます。一緒に、はい。低燃費低価格コンパクト乗ってミラージュ。二人でかなりいい感じのポーズ決めてます。詳しくは三菱のお店へ。こんにちは、三菱自動車販売店店長の唐沢です。ミラージュはエコサポートでリッター 27.2 キロの低燃費だから、低燃費低価格コンパクト乗ってミラージュ。ラジオではお見せできないのが残念ですが、今かなりいい感じのポーズ決めてます。詳しくは三菱のお店へ。ここは、うん、紀元前332年、地中海の古代都市ティルスの港、まあ今でいうレバノンの南西だな。紀元前332年ってずいぶん昔ですね。あ、船が浮かんでいますよ。甲板で派手な身なりの人がガラス製の大きな釣り鐘の中に入ろうとしてる。え、何をしてるんだろう。ほら、どんな時代のどんな言語も翻訳してくれる都合のいい装置をつけろよ。俺がこのメガホンで呼びかけてみるからな。はい。そこの偉そうなあんた、何してるだ。俺か。そう、あんただよ。これから海の中に潜ってみようと思ってさ。そんな釣り鐘で本当に潜れるのか。大丈夫、俺運が強い方だから。前向きな人だな。潜水服か何かかな。すいません、お仕事は何されてるんですか。マケドニアの国王だよ。名前はアレキサンダー。あの人がアレキサンダー大王。そう、アレキサンダー大王こそ人類最初の海中散歩を楽しんだ人間なんだ。よし、下ろせ。よし、調子だ。海の中がはっきり見えるぞ。うわ、魚が現れた。でっかい魚が大王の乗った釣り鐘を加えましたよ。どんどん運ばれていく。伝説ではな、大王が海に潜った時に巨大な魚に陸まで運ばれ、懲りて二度と潜ろうとしなかったそうだが、あの伝説本当だったんだな。アレキサンダー大王は人類最初の潜水事故の遭遇者でもあったわけですね。そういうことだな。さあ次に行こう。車に乗れ。はい、到着。今度は1820年のイギリスのサウザンプトンの港の桟橋だ。1820年、ずいぶん時代が飛びましたね。うん、アレキサンダー大王の釣り鐘から2000年間、人類の潜水技術はほとんど進化しなかった。だが、あの桟橋の先にいる人物が潜水機に革命を起こす。誰です？本人に聞いてこい。あ、はい。お忙しいところすいません。あなたは？ん？元ドイツ陸軍砲兵将校、アウグストゥス・シーベであります。ドイツの方がイギリスで何を？ヘルメット式潜水機のテストをするところであります。ヘルメット式潜水機？金属製ヘルメット、潜水服、ホース、おもり、空気ポンプ、以上で構成される潜水器具であります。私の部下がこのポンプを使ってヘルメットに空気を送るんであります。なるほど。シーベの発明したヘルメット式潜水機はその後190年間プロの潜水夫たちにほぼ同じ形で使われ続けることになる。21世紀も使われているんだ。では行ってまいります。お気をつけて。さあ、ヘルメット式潜水機と並ぶもう一つの画期的な潜水器具の発明者に会いに行くぞ。綺麗な海岸だな。ここは
1943年第二次世界大戦中、ドイツ占領下の南フランスのリビエラ海岸だ。リビエラで何が発明されたんです？今世界で最も普及しているスキューバダイビングの装置さ。へえ。砂浜にいる赤いニット帽の生かしたフランス男に話を聞いてこい。あの人ですか？はじめまして、新一と申します。ん？かわいい猫だね。ピートです。うわ、ピートって言っちゃったよ。ピートか、いい名前だ。あなたは？ジャック・イブ・クスト、フランス航空隊の元パイロットさ。何をされているんです？戦争の真っ最中に何を遊んでいるんだって言いたいのかい？あー、いや、そういうつもりは。いいさ、道楽者のそしりは甘んじて受けよう。俺は飛行機事故の怪我のリハビリで始めたスキンダイビングにはまっちまって、戦争中も生物研究の名目でこのリビエラの海に潜り続けてきた。なるほど。何百回と潜るうちに、俺は高圧の酸素を詰めたボンベを背負い、呼吸に適した圧力に減圧する装置を使ってその酸素を吸う新しいタイプの潜水装置を思いついた。俺はこの装置に水の肺、すなわちアクアラングという名前をつけた。これがアクアラングだ。ほとんど今のスキューバだ。アクアラングで覗く海の中の世界は素晴らしいぞ。みんなに見せてやりたい。みんなに見せるんだったら海の中で映画を撮ったらどうです？いいこと言うね。よし、戦争が終わったら海の中で映画を撮ってみんなに見せてやろう。題名は沈黙の世界がいい。忘れないうちに帰って書き留めておかなくっちゃ。ありがとう、猫を連れた青年よ。はあ、あ、お前今歴史に爪痕を残しちゃったな。どういうことです？クストはな、1956年に沈黙の世界という映画を撮り、カンヌ映画祭のグランプリを受賞した。その映画の影響でスキューバダイビングが一気に世界に広まったんだ。いや、でもあの人スキューバじゃなくてアクアラングって言ってましたけど。クストーがつけたアクアラングという名前は商標登録されて一般名称ではなくなってしまった。それで一般には水上からの支援なしに水中で自由に呼吸できる装置、すなわちセルフコンテインドアンダーウォーターブリーディングアパラタスの頭文字を取ってスキューバと呼ばれるようになったんだ。そういうことか。映画といえばもう一本、日本にダイビングブームをもたらしたフランス映画があったな。よし、今度はバブル絶頂期の日本に飛ぶぞ。さあピートも車に乗れ。俺この時代大好き。ここ見覚えがあるな。1989年の渋谷のロフトの裏だよ。今とあんまり変わってませんね。そうかな。うん、うん、その建物の丸いガラス窓を覗いてみろ。ガラスの向こうは深いプールだ。1989年当時ここにはダイビングスクールがあったんだ。こんなところにダイビングスクール？渋谷だけじゃないぞ、都心のあちこちにあったんだ。中から前髪をトサカみたいに逆立てた女の子が出てきましたよ。この時代のヘアスタイルだよ。ちょっと話を聞いてみよう。ヘイ、そこの彼女。え、私？君ダイビングスクールに通ってるの？うん、そうよ。 C カードを取って海に潜るの。うん、なんでそんなに潜りたいの？グランブルー見たら誰だってスキューバの免許取りたくなるじゃない？グランブルーってもしかして映画？うん、そう、今一番来てる映画よ。来てる？お前たちの時代で言うイケてるっていう意味だよ。イケてるが昔は来てるだったんですか？イケてるって何？だから来てるってこと。なんで来てたものが行っちゃうの？ややこしいな。あー、もうとにかくスキューバは
グランブルーというフランス映画のおかげで1989年にまず女の子の間で流行ったのさ。そうなんだ。スキューバ流行の陰にはフランス映画ありきってことさ。さあ現代に戻ろう。ピートの不思議なガレージ。こんにちは、三菱自動車販売店店長の唐沢です。ミラージュはエコサポートでリッター 27.2 キロの低燃費だから乗ってミラージュ。ラジオではお見せできませんが、今いい感じのポーズ決めてます。こんにちは、営業スタッフの本刈谷です。ミラージュは低価格、 M グレードは118万8000円、エコカー減税の対象者で、しかも取得税重量税が免税だから乗ってミラージュ。私もいい感じのポーズ決めてます。一緒に、はい、低燃費低価格コンパクト乗ってミラージュ。二人でかなりいい感じのポーズ決めてます。詳しくは三菱のお店へ。こんにちは、三菱自動車販売店店長の唐沢です。ミラージュはエコサポートでリッター 27.2 キロの低燃費だから、低燃費低価格コンパクト乗ってミラージュ。ラジオではお見せできないのが残念ですが、今かなりいい感じのポーズ決めてます。詳しくは三菱のお店へ。真っ白な砂浜、真っ青な海、どこですかここ？沖縄県ケラマ諸島の座間味島だ。ここの海の透明度は世界屈指なんだ。この浜で今日田中律子が女性誌の取材を受けているはずなんだけどな。田中律子さんって女優の？そう、彼女はインストラクターの資格を持つベテランのダイバーなんだ。あー、いたいた。この座間味は、うん、ダイバーにとっては憧れの地。そうですね、ケラマ諸島はやっぱりすごく綺麗 でいろんな島が、あの赤島とか渡嘉敷とか、うん、無人島もたくさんあるし、特徴って何かある？これなんて表現する？なんだろうな、もうだって砂浜ももう真っ白だし、うん、でもね、やっぱりあ、サンゴでできてるんだなこの島はっていう感じですね。あ、そうなんだ。青い海に青い空に、うん、いいですね、こんな日本にね、こんなところがあるのはね、誇りですね本当に。潜ると何が見えますか？この辺はね、ちょっと前だったらクジラが見えるでしょ。あ、そうなんですか。潜ってる横でクジラがもう潮を吹いて飛んでるし、あの子育てに来るっていう。そうです、そうです。じゃあ両方見れるんですか？両方見れるんです。見たことある？あります、あります。もちろんホエールウォッチングもあるしね。今もうそろそろマンタがまた見えますね。それはマンタも見たらもう感動しますよ。マンタって何ですか？エイのでかいやつだよ。もうだってあんな大きなね、うん、生き物がね、わっさわっさと、わっさわっさいるんですか？わっしゃーと泳いでるんですよ。で、あんなに大きいけど、プランクトン、もう目に見えないぐらいの細かいプランクトンを食べるわけですよ。肉とかじゃないんですね、マンタは。ものすごい大きな口をガバって開けて、はい、水ごと吸うわけですよ。わーって。あ、クジラとか。で、横から水を出して、はい、ずっと泳ぎながら食べてるんですよ。わーって。そこで田中さんはどうやって見てるんですか？みんなまずは船で連絡を取り合って、あっちにいるよ、あそこの岩のところにいるよって言うと、ダイビングの船がバーって集まってきて、で船長の OK が出ると逃げないように静かに、ね、飛び込むんですよ。じゃあダイビング機材を背負ってもいいし、シュノーケリングで上からポカポカ浮いて見ててもいいし。あ、それありなんですか？ありです、ありです。もうね、上にね、正座して乗りたくなっちゃう本当に。それやったことありますか？ない。怒られる。そんなことやったら絶対ダメです。それはダメなんです、ね、やりたくなるぐらい、もうゆったり泳いでるから。うん、怖くないんですか？怖くないですよ、大丈夫。うん、それぐらいマンタが見れるぐらいダイビングをできるようになるのはどれぐらいかかるんですか、期間は？運が良ければ、うん、ライセンス通ったその日に見れるんじゃない？そうなんですか？それから講習しながら見れるかもしれない。運が悪ければ毎回行っても見れないなっていう人もいるし。やっぱり運なんで、今すぐ行きたいですね、じゃあ海に。ね、そう、ここだとマンタの他に、カメが好きなんです。カメとかもどう？もちろん見れます。だからね、アオウミガメが産卵ももうそろそろじゃない？あ、それもザマミでも。ザマミでももちろん。クジラにマンタにアオウミガメか。なあ、地球っていいよな。海が綺麗で砂浜が綺麗じゃないと、カメは産みに来ないんですよ、卵。
で、そこで生まれたカメはまたそこに戻ってきて産卵をするの、はい、同じとこに来るんですね。同じとこに来る、分かるんだよねあれね。なので青海神がこう夜満月の時とかに穴を掘って産卵するんですよ、はい、でそれやっぱりみんな島の人たちは、まあ、かわいそうだけど一回ちょっと掘って卵を出してあげて保護するんですよ、はいはい、いいんですかそれ。そうでちゃんと孵化させてあげて、あそうなんです、うん、すぐ鳥に食べられちゃったりとかね、やっぱり外敵にこう食べられちゃったりとかして数が減っちゃうから、うん、ある程度大きくなるまで水槽とかそういうケアできるところで育ててあげて、で大きくなったらそれをまた海に放流しに行くっていう活動とかもやってるから、うん、それ何月ぐらいにここに来たらもう一度どうかな。サンゴの産卵とかもそうだし。産卵もいいんですね。そうなんですよ、さすが沖縄。もちろんサンゴの産卵ももうザマミはケラム諸島はもうすごいから。へ、6月、うん、5月から6月にかけて、うん、大潮の満月の時だけなんですよ。あじゃあこの日って決まってないんですか。そうなの、大潮の満月。そうなの、今年いつでしょうね。今月末ぐらいが大潮の満月、うん、もうすぐ見れそうですね、うん、そうだね。でそこでダメだったらまた次の大潮の満月の時、はい、追いかけていくのが大変だ。大変ですね、2回行かなきゃみたいな。そうここダメだったらまた次かって。見たことありますか。もちろんザマミでやっぱりここで見ました。あここで見たんですね、うん、どうなる感じ。もうね、そのサンゴの穴から、うん、ポリプの穴からまるでね、梅ジンタンみたいなね、そうピンクのね、ほんとピンクのあのまん丸の玉がね、ムリ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 って顔が出てくるわけ、で、あ、出てきた出てきたと思ったらポンって、もうまるで音がするみたいに、音聞こえるぐらいポンっていうぐらいに弾けて出てくるんですよ。でそれが一斉に出てくるから、もう耳の穴から頭の中までもわわわ卵だらけになるっていう、ね、そんなになんで。そうなんです。で大爆発をした次の日は入江とかが、はい、もう波打ち際がもうピンクに染まるぐらい、ものすごいね。そんだけ卵を産むからね、本当は自然の力でそうサンゴがどんどん育っていかなきゃいけないんだけど、やっぱり生活排水が、ね、海に流れ込んでしまって海が汚くなっちゃったりとか、あと沖縄は赤土だから、うん、赤土が海に流れ込んでそのポリプに、サンゴの毛穴のところにね、その砂が詰まってしまって窒息しちゃうんですよ。あ、それもダメなんですね。ダメなんですよ、うん、そこ難しいですね。そう、そこ、うん、このダイビングそのものの魅力っていうのはどんなと、やめられない感じ。なんだろうな、これ私にとってはストレス発散だし、まあ、浮いてるだけで気持ちいいでしょ。あ、多分その自分の細胞のね、一番最初の記憶っていうのがお母さんのお腹の中のお水の中でしょ、羊水っていう、 それの感覚が多分細胞の中にこう染み付いてて、ものすごい気持ちがいい感覚になるんですよね、海の中で泳いでると。落ち着く感じなんですね。そう、あのもう本当に無重力でプカプカ浮いてたりとか、なんか吐く息と一緒にね、あのストレスとかがこう泡でこうプク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 って出てくるんじゃないのって思うぐらい、結構私にとってはそのストレス発散だったりとか、でまたパワーをもらうでしょ。私サンゴの褐虫藻じゃないけど、私も太陽浴びて光合成してる気がする、自分でね、海で遊んで、そう、うん、私って絶対光合成してるなって感じるぐらい、太陽浴びて、太陽浴びて、なんか今みんな太陽を避けている、みんな避けるでしょそう、私も本当太陽なくなったら生きていけないみたいな、海がなくなったらやっぱり生きていけないし。そっか、ダイビングに行くと海も見られますね。もちろんもちろん、あの環境といいね。だから多分ダイビングはおばあちゃんになってもね、やってると思います。そうなんだ、うん、ずっとできるんですね。ずっとできる、うん、
不思議なガレージ。こんにちは、三菱自動車販売店店長の唐沢です。ミラージュはエコサポートでリッター 27.2 キロの低燃費だから乗ってミラージュ。ラジオではお見せできませんが、今いい感じのポーズ決めてます。こんにちは、営業スタッフの元刈谷です。ミラージュは低価格、 M グレードは118万8000円、エコカー減税の対象車で、しかも取得税重量税が免税だから乗ってミラージュ。私もいい感じのポーズ決めてます。一緒に、はい、低燃費低価格コンパクト乗ってミラージュ。二人でかなりいい感じのポーズ決めてます。詳しくは三菱のお店へ。こんにちは、三菱自動車販売店店長の唐沢です。ミラージュはエコサポートでリッター 27.2 キロの低燃費だから、低燃費低価格コンパクト乗ってミラージュ。ラジオではお見せできないのが残念ですが、今かなりいい感じのポーズ決めてます。詳しくは三菱のお店へ。今度はどこの海ですか？後ろは山だし、前は岩場の磯だし、なんかよく見る感じの海ですけど。湘南の葉山だ。東京から車ですぐのところですね。さあ、壁さん。ああ、お久しぶりです。あの人はな、ダイビング雑誌月刊ダイバー編集長の坂部民江さんだ。頼んであるから話を聞いてこい。あれ、はい。坂部さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ここって葉山ですよね？あ、はい、葉山です。葉山でダイビングってやるんですか？すごく人気ですよ、ダイバーに。あ、そうなんですか。そうなんですよ。ウミウシって知ってますか？ウミウシ、まあ、ちょっと貝の仲間でもあるんですけども、あのカラフルな、いや、わかんないです。あ、ウミウシがすごいいっぱいいたりとか、はい、あとキヌバリとかチャガラとか、魅力的な生き物がいっぱいいるんですよ。え、それ魚ですか？魚です。あとすごく海藻の森が綺麗で、冬とか来ると、こう森の中を泳いでるような体験ができるんですよ。森ぐらいこう大きな海藻がある、はい、その中を泳いでいくっていう。あ、そうなんですね。ミネラルたっぷりの水中を体験できます。なんかスキューバダイビングの楽しさっていうか面白さって何なんですかね？まあ、世界中に観光ポイントってあるじゃないですか、はい、で水中にもダイビングスポットがそれ以上に無数にあるっていうふうに考えてもらえればわかると思うんですけど、うん、まあ、例えばそのマンタってご存知ですか？あ、マンタわかります。ちょうどさっき知りました。マンタが本当に何十匹も鈴なりでぐるぐる巻いているシーンだったりとか。ぐるぐる巻いてるんですか？ぐるぐるになって洗濯機の中にいるような、そんなシーンが見られたり、捕食してるんですけどプランクトンを食べてるシーンだったりとか、例えば、あとはアジの群れがこうトルネードみたいにこう巻いてるシーンとか、巻いてるの多いんですね。巻いてるシーン多いですね。とか、あとは白い砂地の上をただただ泳いでるだけでも究極のその逃避行っていうか現実逃避ができる場所でもありますね。あ、でもなんか疲れたりとかはしないですか？そうですね、マリンスポーツって言われてるんですけど、なんかどっちかといえばマリンレジャーというか、水中に観光に行くイメージが思っていただいた方が分かるかなってですね。この地球の3分の2が海なんですよ。そこを潜らずして一生を終えるのはとってももったいないなっていう。そうですよね。もうかなり海って広いって、その中にいろんなポイントがあって、そもそもそのスキューバダイビングって日本にそのいつ頃からあるものなんですか？まあ、日本に入ってきたのは戦後で1950年代、まだだから60年ぐらいしか歴史は浅いんですよ、すごく。1943年にフランスで発祥して、もう結構すぐ日本に入ってきたんですね。そうですね、まあ、いろんな説、どうやって日本に入ってきたかっていうのはいろんな説があって、日本に駐在してたアメリカ兵が海に恵まれた日本に本国から持ち込んだっていう説と、あと米軍の基地の方が軍事用の消火器をダイビング用に改造してほしいってそれ頼まれて改造したっていう歴史もありますし、
それがまあダイビングサービスの原型となったのが真鶴にあって、そこからちょっと広がっていったっていう歴史があります。あ、じゃあ神奈川県の真鶴が日本の発祥地っていうことですか？そうですね、ダイビングサービスの発祥の地って言われてます。あ、そうなんですね、はい。でもそれは1960年ぐらいまでは実はあのウェットスーツとかもなくて、セーターとかで潜ってた歴史があって。え、セーターで潜るんですか？そうみたいです。でその後そのウェットスーツが開発されて、まあ結構女性も男性もこう潜る人が増えていったんですね。で、もともとその時代はですね、スピアフィッシングって言って魚を森で突く、はい、スピアフィッシング、はい、で、まあ素潜りのダイバーがそのスクーバーダイビングを知って、あ、じゃあスクーバーダイビングを背負ってスピアやったらいっぱい取れるだろうって言って、そこから火がついたんですね。あ、じゃあもう最初はその魚を突くというか取る、そうですね、そこから始まっ、その楽しみから始まったんですけど、あ、まあ徐々にこう時代が変化してって1970年ぐらいにはちょっと漁業関係者とのその圧力みたいなのもありまして、うん、でダイバー側も、まあ、そんなに取ったら魚が減っちゃうんじゃないかっていうので、その魚付きの時代は衰退していったんですよ。あ、そうなんですね、そこからはレジャーとしてのダイビングが発展していったんですね、うん、あ、はい、あのさっき1989年にグランブルーっていう映画がヒットして、女子の間でスキューバダイビングが流行ったって聞いたんですけど、最近はどうなんですかね？まあ、今でも女性ダイバー多いんですけど、やっぱり30代40代の女性で40代50代の男性が結構増えてますね。それ何か理由とかあるんですかね？今カメラをやる方が多くって、うん、フォトコンテストに出したりとか作品を、もう一大ダイバーカメラマン時代みたいな感じでカメラを揃えてる楽しみみたいなのがあるのかなと思うんですけど。カメラで、その水の中はその専用のカメラがあるんですか？そうですね、普通のカメラにハウジングって呼ばれる防水ケース、水深30メートル40メートルまで持って行っても大丈夫なようなケースをそれに入れて持って行って、それで撮るっていうこと？そうです、撮れます。ああ、え、例えば今あの iPhone とかって、はい、あれで写真撮ったりとかってする人もいるんですか？そうなんです、今 iPhone 用の水中ハウジングケースも開発されて持っていけるんで。あ、それでも便利ですねそうですね、そのまま撮ってアップできますし、ね、もちろん上に上がってからじゃないと通じないけどそうですよね、はい、でも iPhone で撮れたらかなり身近で写真楽しめますね。そうですね、でも今すごくデジタルカメラが発達してるので、うん、普通に一眼レフとかミラーレスカメラ、うん、あのいいやつがあるんで、それで撮って携帯に入れて自慢したりとかしてるんですよ。そうなんですね、 iPad に入れてこうやったりとか見せてこれ撮ったんだぞって言って。そうなんですよ。例えばこれからスキューバーやろうと思った時に、はい、まず何が必要なんですかね？一番最初に揃えたいのはウェットスーツ、自分の体に合ったウェットスーツとか、あのマスクとフィンとスノーケル3点セットと呼ばれる、それを揃えるのが一般的なんですけど、あと BC って呼ばれているジャケットですね、水中であのジャケット、タンクを装着するジャケット、はい、でそれはまあ浮力調整にも使うんですけれども、はい、沈んじゃったらそこに空気入れて、で浮いちゃったらそこから空気抜いてみたいな。あ、そういうジャケットがあるんですか？ジャケットがあるんですよ。それで BC BC、はい、それあると結構便利ですよね。そうですね、水中の中で移動したりとかするときはその空気の量を調節しながら移動、ね、そうですね、すごいですね。なんかそうなんですよ。
不思議なガレージ。こんにちは、三菱自動車販売店店長の唐沢です。ミラージュはエコサポートでリッター 27.2 キロの低燃費だから乗ってミラージュ。ラジオではお見せできませんが、今いい感じのポーズ決めてます。こんにちは、営業スタッフの元刈谷です。ミラージュは低価格、 M グレードは118万8000円、エコカー減税の対象車で、しかも取得税重量税が免税だから乗ってミラージュ。私もいい感じのポーズ決めてます。一緒に、はい、低燃費低価格コンパクト乗ってミラージュ。二人でかなりいい感じのポーズ決めてます。詳しくは三菱のお店へ。こんにちは、三菱自動車販売店店長の唐沢です。ミラージュはエコサポートでリッター 27.2 キロの低燃費だから、低燃費低価格コンパクト乗ってミラージュ。ラジオではお見せできないのが残念ですが、今かなりいい感じのポーズ決めてます。詳しくは三菱のお店へ。はい、ガレージに到着。どうだったダイビングは？面白そうです。なんか道具もかっこいいし、始めたくなりました、うん、あ、でもスキューバの道具を運ぶには車がいりますよね。僕免許持ってないし。取ればいいじゃないか。そうだ、免許取ったらこの便利カーも運転させてやるぞ。便利カーって普通免許で運転できるんですか？そうだよ。あれ、二種免許かと思った。のすれ人から運賃取らないからね。いやいや、あのそういう問題じゃ。でもいつか頑張って免許取ります。いいぞ、その前向きな生き方。じゃあピート、そろそろ帰ろっか。ピート、ほらこっちだよピート。何ですかその薄ら笑いは。完全に勝ったと思ってな。何に勝ったんです？猫の呼び方戦争。はっ、ピートの不思議なガレージ。このお話はドライブアットアース三菱自動車の提供でお送りしました。古書店欅堂の週末。この番組は森の力を未来の力に、住友林業がお送りします。僕の住む町の南側には古い商店街があって、その隅に欅堂という古書店がある。狭い店だが面白い本がたくさん置いてあって、僕は子供の頃から欅堂の店先で立ち読みするのが大の楽しみだった。それと欅堂のもう一つの楽しみは、話好きの店主が専門書を探しにやってきたお客さんから聞き出す話を立ち聞きすることだ。スキーの材料ってのは紅葉樹が多いんですよ。例えば今日も小笠スキー製作所社長の小笠道国さんが店主とスキー板の話をされている。今スキーの板には木の部分ってのはないんですか？全く。とんでもない。最近のスキーを見てますと、子供用だとか低価格のものは工程も簡単ですから、芯材は芯材って芯の部分、はい、はい、ウレタンを注入したインジェクション製のスキーと、
周りに強化剤はグラスやってますし、上面材はナイロンだし、下層面はポリエチレンやって、うん、後でウレタンを注入すると。まあ、でもオール化学樹脂というか木は使われてない、ね、使われてないです、うん、高級な方はどうなんですか。最近見てますと競技用のスキーを筆頭にですね、上級者の性能を求められるスキーはほとんど木の芯材に変わってきております。そうなんですか。一時そういうそのプラスチックのものずっと化学製品に移ってたものがまた木に戻ってきて、はあ、結局機能を持つ粘りだとか強度、それと重量的な問題だとかで、振動の吸収もしますし、レジレンに対してもある程度の強度を持ってますし、そういういろいろな変化にも柔軟に対応できる。でそれの強さの足らない部分はというと、メタルであるとかジュラルミンですね、あるいはグラスファイバーであるとか、そういうふうなものでいろいろ強化をして、あのスキーの強度を持たせるというふうなことから芯材に木を使ってきているということなんですね。なるほど。そうか、スキー板っていろんな材質があっても最後はやっぱり木なんだな。古書店欅堂の週末、この番組は住友林業がお送りしました。